こんにちは、かなです。今日は久しぶりの新品購入品紹介、イエーイ。夏服を買ったんですけど、新品でまたまたちょっと最近買ってなかったからか、ちょっと多分自分の選ぶセンスというものちょっとなんか失敗しまして、本当に残念なものが届きましたなので今回はなんか真似した方がいいよとか、あ、おすすめのものも一個だけ、いくつかあるんだけど、ほとんどがなんか失敗したので、ちょっとそれを正直レビューしていこうと思います。ではレッツゴー。ちなみにこれもシーンで前買った洋服です。レッツゴー。開けてないものも一個あって、ちょっとまず最初は私がうえーって思ったものを2つね紹介していこうと思います。1個目がこちらです。じゃん。オレンジサーモンピンクのピロピロのワンピースですね。私こういうパフ袖のやつがすごく好きで、なんかシーンのこういう系って可愛いことが多いから、これも可愛いと思って買ったんですけど、このリボンが私はちょっと気が付いてなくて、買って届いて、え、リボンあんのみたいな感じになりました。で、なんか結構生地が分厚くて、ちょっと作業かな、結構生地が分厚くてしっかりしてるので、なんか余計にちょっと残念というか、なんか変な感じになりましたでは着替えていきます。はい、こんな感じですどこぞのパーティーに行くんというような感じですね。結構長さも長めで、くるぶしぐらいはあります。ちょっと私今日裸眼オブ裸眼であんまりカメラが見えてません。こういう感じですね後ろの姿が結構可愛い、横も可愛いけど、なんかなんだろうね、なんかのパーティーの主人公みたいな、こういうテーマで写真撮るのもいいかなって思ったけど、なんか普段使いもできない感じですね。ちょっと今回はもうショックすぎて、値段とかサイズとか本当にもう事前に調べてませんので、全部編集中の私に全部お任せします。こんな広がるのよ、これなんかマジックショーでもできますよって感じ。悲しいでしょはい、次もワンピースですね。こちらです。じゃーん。これなんか私っぽくないけど、シーンのダ・デイジーみたいなシリーズがあって、それで見て、え、可愛いって思って買ったんだけど、マジで若い。あれですね、ちょっといとこが着てそうな感じの洋服ですこんな感じ。これも着替えていきますね。じゃーん、こんな感じです。誰マジで全然似合わないでしょ。これポケットあるじゃん、最高。で、ちょっと今後ろチャック半分でもう開けられました、すぐ脱ぐしと思って。こんな感じですね。ちょっと肩幅が広く感じるかなって感じ。可愛いのけどね、なんか変だよね。はい、次はね、トップスですね。グナボニーのセットアップの黒のスカートと合わせたら可愛いかなって思って買ったものになります。これは微妙ですね、良くもないし悪くもないって感じです。こちらです。黒のトップスで結構短くて、後ろがなんか穴開きになってて、こうリボンで結んで着るみたいな、ちょっと見にくいね、感じになります。で、それもなんかね、フリルで可愛いし、フルフリってなって可愛いし、なんかいいかなって思ったんだけど、ちょっと丈が短すぎるのと、この素材が結構薄いので、セットアップのスカートには合わない感じでした。着替えていきます。はい、着替えました。ちょっとこれズボンは後で紹介するもののズボンを履いてます。こういう感じで、ここ今これをつけてるんだけど、結構短くて、おへそがここにあるんだけど、多分セットアップのスカートもこの辺だと思うんだよね。腰がここなんだけどね、腰のここよりもちょっと短すぎて、ちょっと合わせられないなっていう感じですかね。あとね、後ろがね、ここ丸みなの、だからこれね、インナーにベージュっぽいお洋服を着て着ればいいけどっていう感じのタイプですね。それも可愛いのにね。はい、次がね、ちょっとじゃあこのズボンのねペアを紹介しようと思います。このズボンとこのこういうベアトップみたいな上のセットでした。このズボンマジで着心地がいい。私168なんですけど、身長足のちょっと床するぐらいのここまでの長さかな。で、生地はちょっと伸びる感じで、それがなんかフレアになってて、トップスは多分 100% 私の胸が収まらないかなって感じの雰囲気ですね。では着替えていきます。はーい、着替えました
ちょっと今日はこういう上が出る服が多かったので多いので、こういうね、あの結婚式とかに花嫁さんが着るここまであるね、ブラジャーみたいなのをつけてるんだけど、普通のブラジャーだとここが見えたりとか、あとここもね見えてました若干で、このシーン見た時はここ繋がったのね、こういう感じで繋がったから、あ、これってここ結構幅をこれ大きいんだって思ったら全然こんな感じでした。こんな感じですね、ザ・夏みたいな服になっております。可愛いけどね、可愛いけどちょっと自分の体型の問題かなって感じ。はい、こんな感じです。これは結構まあまあお気に入り。このズボンがマジで着やすい、移動するときに着る服としてもいいかもしれないねって感じですね。はい、次。次はね、どっちもどっちって感じですね。どっこいどっこい、こっちからしよう。こちらです。可愛くない？トップス？リスチェ？なんていうのこれ。WBI ってなってて、ヨガなので W なので、W 可愛いと思って買いました。普通にそれだけです。WDL かなわかんないけど。可愛いよね。でもこれ明らかに胸がもう入ってないっていうのがわかるので、まあ、って感じです。はい、着てみます。こんな感じでーす。可愛くない？でももう胸は本当に収まりきってないなって感じですね。普通のブラを多分つけたらこことか丸見えだし、半袖とか着て着ても可愛いかなって感じですね。はい、次。次はお洋服ラストですね。こちらでーす。じゃん。つなぎ。オーバーオールですね。これはもう完全につながってるので、さっきみたいなお腹が見えるとかっていう現象は起きない感じです。はい、着替えていきます。はい、着替えました。よくない？めちゃくちゃ。今回の洋服の中で一番いいでしょっていう感じですね。ただちょっとこれはなんか大きくないのでここになんか巻く必要があるね。私はベルトとかあとスカーフ、私のお母さんはスカーフはいいんじゃないかって言ってました。私はこういう感じでベルトとかを合わせて、ゲロ可愛いんですけど待ってゲロ可愛いんですけどこんな感じです。可愛くない？多分私こういうのを着るときは腕を出すのがもう私は好きじゃないから、なんか上に羽織るかなんかすると思うんだけど、ブラジャーの紐があっても多分いける、その羽織る場合はね。あとはこういう結婚式用のやつを1個買っておくと巨乳さんはいいと思います。これはね H カップだからちょっとねカップが自分のパイを押し殺してるんだけど、日本でもこういう格好できる人ってさすごく羨ましいんだよね。私は自分のさ好きなファッションをしてるじゃん、それがすごくね羨ましいの。本当は私もこの服で歩きたいんですよ、街中とかをみたいな自分が可愛いと思う服をね。だけどちょっとね私はそのなんかまだね周りを気にしちゃうっていうか、ちょっとあーって思っちゃうんですよね。ちょっと私は腕はコンプレックスです正直言って。はい、可愛いじゃない。次はなんと未使用なんですよね、まだ開けてもない。こちらを買いました。セクシーに人生を歩みたいじゃないですかなのでセクシーおパンティーを買ってみました。じゃん、ちょっとこれでかすぎたかな。じゃん、これはねこのお尻の上から腰パンとかそういうブカブカなズボンを履くとこれが見えるみたいな仕組みのモアって書いてるちょっとエロいパンツですね。可愛くない？ちょっと着てみますね。合ってるかどうか分かんないけどこんな感じです。なんかもっと外国人の方はセクシーに着てたんだけど、ちょっと私はセクシーに着られないタイプの人間だったみたいで難しいですね。なんか多分もっとくびれとかがあってお尻がブルンってあったら可愛いかもしれない。はい、次が最後ですね。最後ということは今回の一番の超お気に入りてか多分今までのシーンの買い物で一番っていうか結構最上級の方に入るかなっていうからお気に入りの商品です。それがこちら、じゃん、ジムウェアです。ジムとかでさ運動する時もさこう自分のスタイルがいいじゃんって思いながらさ運動したいじゃん、こっちはこっちでモチベーション欲しいから。だけど全部私が持ってるのってもうお尻の生地が足りなくてもう全部伸びきってるやつか全体がボコボコしててあんまりスタイルがよく見えないようなやつだけしかなかったので、本当にいいのが欲しくてずっといろいろ探してみたんだけど、お尻が大きい人が履いてるから綺麗に見えるみたいな感じっぽかったんだよね。あんまりキュッていう食い込みがなくて。だけどこちらは写真で見た時に思いっきりキュッていう食い込みがあるでしょ、まあ、そもそも。でこのお尻袋が、ね、あるんですよね、この部分に。なのでちゃんと食い込んでくれるんじゃないかなと思って買ってみたんですよ。ただマジで今までで一番いいお尻食い込みを見つけました。マジ結構分厚めなんだよね。ほら分かるかな、伸びてもさこう結構分厚めなのね。めちゃくちゃお尻が綺麗に見えるんですよ。これは超おすすめ。これは私はもう色違いでもう買うって決めました。 L サイズ買ったんだけど特にブカブカとかもなくてちょうど良かったですね。はい、こんな感じですごい伸びます。
着替えていきます。はい、着替えました。超熱い。じゃーん、ツルツル、よくない？これでさ2000円いかないって結構安いよね。これはマジ過去一チキンって。ではこのウエストのライン、このゴムがあの大きいのも私結構好きですね。ここまでこうギュッと食い込んでくれてきつくない自分は初めてで、ね、超嬉しかった。これはマジでおすすめ。はい、こんな感じでシーン購入品紹介でした。このジムウェアでね、なんかジム行くとテンション上がるんだよね。はい、こんな感じでこの動画が良ければグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ちょっと今日全然目が見えなかったけど平気だったかな、私の顔とか大丈夫だったかな。バイバーイ。